夜までは時間がある。ひとまずホテルにチェックイン。趣のある城壁を抜けると、なんか時代をこうトリップしたみたいになってるんだけど、落ち着いてる。ここダルトビラの旧市街地は世界遺産に登録されています。2000年を超える歴史を持つ町並みは、増改築が繰り返されながらもなお美しい景観を残しています。サラさんの今夜のお泊まりは、あった、ラトーレデルカノーニゴ、ここだ。なんと世界遺産の中に泊まれる価値あるこちらのホテル、ローマ時代から残る壁が歴史を感じさせます。あった。そして気になるお部屋は、超綺麗、イリサが全部見えちゃう。イビサが一望できる極上の部屋、ここで一旦着替え夜に備えます。するとじゃじゃーん、サラマリ夜仕様に着替えてきました。こんな感じです。イビサには原色が映えるということで、ガーリーに黄色のワンピースをチョイス。そしてベイビーマリー、イビサをディープに楽しみたいとサラさんが声をかけておいた友人と待ち合わせ。ベイビー、サラさんと大親友のベイビーマリーさん、イビサに家を持ち DJ としても活躍しています。まずはどこ行く？ねえねえ、 OK OK OK、 じゃあ世界一綺麗だって言われてるサンセット見に行こうな。早く行かないと日が沈む。じゃあイビサで人気のこの車準備したから行きます。かわいい。イビサに来たら絶対見るべきものは夕日、世界一なのだとか。いいねいいね、うん、世界で一番の夕日。